お店でも使ってるオリジナルのバーベキューソースを使ったチキン丼です。それでは材料いきたいと思います。順番に、はい、もうこれ全部混ぜるんですが、まず砂糖です。はい、入りました。はい、ケチャップ入ります。ケチャップです。でこれちょっと多少多いですが醤油ですね。はい、よく伸ばします。はいはい、はい、混ぜました。はい、そして日本酒、これはみりんです。これほんと簡単です。全て混ぜるだけです。これは豆板醤、これ辛いの、むしろ辛いの好きなんで豆板醤入れてます。はい、そしてこれ生姜ですね。はい、でニンニクです。はい、ニンニクは潰します。はい、はい、入りました。これなんです。そしてこれを、これ塩コショウも何もしないでこのタレにつけるんですね。つけたのがここにあるんですが、こんな感じでつけていきます。いいでしょうか。これをこう入れるだけですね。はい、はい、そしたらこれに野菜を一緒に入れるんです。はい、パプリカ、はい、ピーマンパプリカイエローこんな感じでいいですか、うん、はい、はい、パプリカ、はい、これは赤です。はい、ピーナス、はい、楽だな、これ言ってんのはい、ピーナスは普通こうカルチになってこう切りますので、まあ2個くらい入れます。いいですか。でこれネギを絶対入れないと美味しくなりませんので、ハサミ切りますか。ハサミ、はい、こんな感じですね。はい、こんな感じです。はい、であとはこれをよく混ぜて、はい、玉ねぎして、はい、玉ねぎ入りました。はいはい、これで、はい、これ本当ご家庭じゃですね、これ電子レンジでもチーンでも全然いいんですけど、ちょっと今日は黒っぽく、もしは低温の70オーブンスチームでこのまま今熱を入れますので、はい、入れていいでしょうか。黒っぽくじゃない、僕プロですはい、こんな感じです。どうですか、見えます。ダイナミックに、バナーある？バナー、はい、バナーやりますか。うん、はい、バナーいきます。はい、いい香りするな。はい、完成です。バーベキューソースで低温調理したチキンはご飯との相性がバッチリです。ぜひ皆さん食べてみてください。